折り返しに入ったアバタロー戦隊ドンブラザーズ。30話台に入ってようやくいろんな謎が明らかになってきましたね。でもドンブラザーズのメンバーの中で犬ブラザーこと犬塚翼だけまだ顔バレしてませんね。30話超えてもまだ顔バレしてないメンバーがいるって前代未聞じゃないですか。ジュートの謎も少しずつ明らかになってきています。ドンオーケというキーワードも出てきましたが、ジュートはドンオーケによって作られた人工生命体だったんですね。人間をコピーして世界を侵食する存在になってしまったジュート。ジュートは人間、そしてそのイラのウトにとっても驚異的な存在。ジュートもノートも人間の姿をしているので、なんだか人間同士の争いに見えてしまいますね。折り紙オールジュートは猫、ツル、ペンギンの三種の折り紙オールと言われてますが、ツルジュートの一人がキジブラザーことキジの強しの奥さんのキジのミホが何やら怪しい行動を始めましたね。ミホさんも不気味な動き方をしていましたね。昭和戦隊で言えば女性のボスキャラ的な感じなのでしょうか。ノートはドンブラザーズと手を組んでジュートを倒そうとしてますが、このままドンブラザーズの仲間になってしまうんでしょうか。当初はドンブラザーズの敵だと思われていたノートですが、ドンモモタロウこともモイタロウとソノイが妙に打ち解けて友達のような会話をしたり戦ったり、不思議な関係性を持ったラブリーな2人ですね。ソノイの怪人体のモチーフは超人バロムワンだと言われてますが、ドンブラザーズは70年代ヒーローネタが入っているところも見どころですね。ソノイは超人ビビューンをモチーフしたという意見もありますよ。翼のような目のデザインは少しビビューンにも見えますね。ソノイがまとっている装甲はバロンクロスという名称で、武器は一級剣バロンソードって名付けられていて、これらの名称もバロムワンにちなんだものらしいですよ。犬塚翼に思いを寄せているその2の怪人体はコンドールマンをモチーフにしているみたいですね。コンドールマンは川内広範さん原作の川内ヒーロー3部作の一つと言われていますね。愛の戦士レインボーマンとダイヤモンドアイは東方制作だったのに対し、コンドールマンは東映が制作したそうです。すると東映的にレインボーマンやダイヤモンドアイはネタにできないってことですか。レインボーマンは元祖平成ライダーと言っても過言ではないフォームチェンジで戦うヒーローでしたよ。平成ライダーのネタ元と言ってもいいのでは。ホワイトカラーで頭の額の部分の羽がコンドールマンを思わせますね。武器は二重弓コンドルアローと呼ばれていて、この名前もコンドールマン由来ですか。釣り目なところや翼の衣装、射撃を武器にするところから超人ビビューンの馬車案もモチーフになっているという見方があるようです。ビビューンは3人組のヒーローでしたね。ということはその座のモチーフも。はい、その座の怪人体は茶色ベースで、頭部の渦巻きのデザイン、武器の名称が影スピアなどからザ・影スターがモチーフと言われてます。ビビューンはもちろん茶色のカラー、槍が武器であるところやパワーファイターな部分から察して超人ビビューンの図シーンもモチーフとされているみたいです。バロムワン、コンドールマン、カデスター、そしてビビューンは3人ともノートの3人のモチーフになっているってことなんですね。その他の70年代ヒーロー要素としては第18話から登場した正体不明の戦士ドンムラサメ。ドンムラサメも70年代ヒーローモチーフのヒーローなんですか。ドンムラサメはドンモモタロウと似ていて、サメの要素を追加した忍者のような紫色のヒーローです。今のところ人間体を持たず、彼の正体はノートが作り上げた人工生命体と言われています。いかにも紫色のドンモモタロウに見えますが、どのあたりに70年代ヒーローのモチーフがあるのですか。モチーフとかじゃなくて、彼に指示を出すマザーと呼ばれる謎の存在とドンブラサメの関係かな。実は70年代のヒーローにもマザーに語りかけるヒーローがいたの。70年代のヒーローにもマザーがいたのですか。はい、ロボットヒーローのロボット刑事です。この作品に観音像を思わせる巨大ロボットマザーが登場し、主人公の犯罪捜査用ロボットケイを自分の体内に収容して彼にエネルギーを補充する役割を果たすの。ロボットケージにもマザーと呼ばれるキャラが登場していたんですね。つまりケイがマザーに呼びかける姿とドンムラサメがマザーに語りかけている姿が似ていると。そういうことですね。デザインではなくマザーとの関係性がロボットケージっぽさを感じさせます。するとドンムラサメが呼びかけるマザーの正体はもしかすると彼の母親。確かに母子の関係のようにも見えますが、自分は何のために生まれたのかというドンブラサメの問いに対しては何も答えようとしなかったり、まだ母親と断定することはできないみたい。ドンブラサメも謎が多い存在だし、
そのあたりはこれから番組終盤にかけて明らかになっていきそう。ロボット刑事は来年放送から50周年を迎えますが、他に70年代ヒーローの要素はありますか？ドン・ムラサメが自分は何のために生まれたのかと自分の存在に疑問を抱くところは、正直メタルダーの初回を思わせるセリフでしたわ。それ80年代でしょ。うん、そうよ。そういえばゲスト出演してたね。え、誰が？メタルダーの中の人。どこで？第21話の劇中劇、極料理人道鉄の主演男優役。ああ、そうでした。個人的には鬼シスターの子はトリンが気になりました。90年代じゃん、それ。